ヘアサロン、コモリ。ちょっとヘッドスパの話していきます。ありがとう、お願いします。じゃあですね、今日新アイテム、この何これ、スコープを手に入れました。スコープ、はい、あ、見れるってこと。ここ見てください、うん、こう、あの強い光、あの失明しちゃうんで。やめろよ、見せんなよ、そんなもん。一応、はい、一応ってなんだよ。一応失明させとこうかな、じゃないんだよ。どこから行きます、はい、トップ行きますか。あ、じゃあトップお願いします。あ、綺麗綺麗綺麗。この辺の手が、あー、なるほどなるほど。ここも密集してます。あー、密集してるね。結構いいですよね。うわ、怖ー。うわ、見たくねー。これ一回現実を待って緊張する。あれ、あ、でも毛穴が5、3本とか生えてますよね。あー、うんうんうん、これだから結構生えてるってことね。あ、これ1本だね、2本とか。あ、ちょっと細いですよね。細いね、やっぱコモリのと比べると。あ、え、でもそうです。ただ1本1本毛穴から3本とか生えてるんですけど、ね、その下のとことかちょっとグッとなってるじゃないですか。うんうん、うんうん、めっちゃ生えてる。ちょっと前に移しましょう、うん、いや、そこが一番防御力低いとこよ。やっぱ1本1本細いんですか、ね、細いのかね。なんかか、あとなんか色素薄い感じしない？それ気のせいか？あ、え、なにこれ？え？ここはどこ？ここどこです？え、ここそこなの？え、全然ないじゃん。あ、しかも細っ、この辺。そうです、ね。まあ、この辺量はあります、ね。あ、量はそこまで。意外とまだ改善、一本一本改善余地あるかもしれない。ああ。あ、なんかちょっと勇気もらえる映像だな、これ。お願いします。はい。あれ、これ大丈夫ですか？あれ、あ、危ない。え、何、危ない。あ、ごめんなさい、すみません、すみません。おい、どういうこと？いや、流れないよ。生えてるから、ちゃんと。あ、なるほど。初めて前を見させていただきました。いや、結構来てる。そうですね。まあ、来てないと言ったら嘘になります、ね。ああ、やっぱ来てるか。ここら辺ですからね。結構なんか最近、後ろも来てるよって言われることが多くなったから、後ろもだから。車のドライブじゃないですか。気をつけろ、後ろ来てるぞ、みたいな。言われますか？そう、言われるようになったから、後ろも結構やばいのかなと思ったけど、そこまででもないか。ここですもん。いや、広いなぁ、デコ。これで、うん、この道はさ、あんま見たことない。いやー、広いなぁ。え、めちゃくちゃ広くないデコ。そのえ、やばっ。映してもいいですか、これ。え、映してもいい。やっぱりここの、ここの辺ですよね、一番。そうそうそう。ここの前の辺が、でも産毛なんですよね、言ったら。だからもっと、え、ちょっとすごくない？ここ、でもデコの広さはしょうがないんですよ。うん、ここの毛の量の、うんうん、大きさちょっと下向きます。ここが気になるんですね。量を増やしていけば、ああ、はあ、まずこれであの汚れを落とします。あ、これ汚れ落とせる、はい、あとあったかくなるんで、お、血行が良くなりますね。あ、そういう成分が入ってるんだね。これ鼻とかと一緒で、うん、頭皮、髪の毛が鼻だとしたら、うん、お鼻、うん、この頭皮ってあの花壇なんですよ、うん、あ、土、うん、はい、でいい土からやっぱりいい、うん、こう栄養を与えられて、うん、いい花が咲くじゃないですか。なるほど。これ今内間さんはその、うん、アスファルトというか。めちゃくちゃそんな硬い、はい、そうなんです。そうなるとアスファルト頑張ってですね、なかなかいっぱいは咲かない。そら花も咲かないわな。そらそのぐらい硬いですよ。ああ、やっぱ硬いんだ。ここは動くんですよ、どうしてもここが動かないです、うん、それってなんか原因あったりするの？そう、結構才能というか持って生まれたもんもありますし、うん、もう普段からこう動かす、それだけでもやっぱ変わる、はい、わあ、ちゃんとやろう。あの顔と同じ皮なんです、うん、いつもの顔って、うんうんうん、なので動かしてあげれば、動かしてあげないと顔のこの頭皮の筋肉も、うん、ちょっとあったかいですか？あったかくなりました？うん、どうだろう、あんまり、うん、俺の頭皮が温度を感じなくなってるわけじゃないよね。気持ちいいよ。もう血行はちょっとずつちょっと赤くなったりしてるんで、うん、反応はしてると思います。
なんか、うん、血行が良くなってる感じはすごいする。動くことによってめっちゃ気持ちいいな。シャンプーとかって何使ってるんですか？シャンプーはなんか石鹸素地と水しか使ってない。石鹸とイソジンを混ぜてる。石鹸とイソジン混ぜねえよ。石鹸素地ね。石鹸素地っていや、なんかそのなんてシンプルなやつ。なんか余計なものが一切入ってないやつがあるんだけど、なんか無添加。それ使ってんだよ。それ割とドラッグストアで買ってるんですか？うん、あ、そうそうそう。シンプルなやつです。そう、めちゃくちゃシンプルなやつ。もさっきの花壇理論で言うと、うん、今アスファルトじゃないですか、うん、そうすると内間さんはアスファルトに水をやってるってことなんですね、シンプルに。ほう。そうすると、うんね、ただのこう暑い日に水を地面にバーって撒く行為と同じですから、これやっぱ意味ないですね。すぐ蒸発しちゃうってこと？そうです。じゃあなんかちゃんとしたシャンプー選んだ方がいい？シャンプーもやっぱりちょっとそうですね。あ、なるほどね。いや、でもこの映像が俺一番ショック。自分で見てめちゃくちゃデコ広い。まあでも顔はしっかりやりましたよね。顔ちょっとね、どういうこと？顔はしっかりあるよ、そら。そうですね、うん、何のフォローにもなってないぞ、それ。顔はしっかりありますからね。こちらがですね、無視すんなよ。資生堂のアデノバイタル。アデノバイタル、うん、スカルプトリートメント、頭皮のトリートメント、うん、あ、そうなんだ。これで保湿をします。最初に綺麗にして、次にまあ、床のワックスをかける。ああ、なるほど。髪のトリートメントじゃなくて頭皮のトリートメント。頭皮のトリートメント。死んだ？いや、死んでないよ。あ、そうだ。びっくりした。もう眠くなってきちゃった。眠くなりますよ、それ。めちゃくちゃ気持ちいい。すごいリラックスするな。頭皮マッサージしてもらうと。寝言言ってましたもん。え、ちょっと寝言言ってましたよ。嘘つけよ。寝てはなかったよ。半分寝てたよ。あっち行けよ言ってましたよ。言ってないよ。寝言で言うようになったらいよいよだな。誰あっち行かせてたんだろう、夢の中で。多分髪の毛だと思います。言わないよ。戦ってたんだ、夢の中で。髪の毛あっち行けよって。こっち来いよって言うわ、髪の毛に。寝るつかみがそれかもしれないですね、うん、それは髪に伝わっちゃってるのかもしれないです。もしかしたら言霊じゃないですけど。あ、丸山にね、漫才するときにね、丸山にあっち行けよって言って、髪の毛勘違いしてあっち行っちゃってるんだ。最悪だな、だとしたら。臭みをこっち来いよ。増えてくるかな、髪の毛。変えようかな。マジで、なんか、なんだろう。喜んでる感じがする。なんか、リラックスしてるというか。ちょっとやばくない？すいません。おい、絶句すんなって。ちょっと本当かまってられないぐらい、そのギャグにかまってられないぐらいちょっと引いてるわ、自分の。本当ですか？頭皮の状態に。ここのやっぱり向き合うっていうのも大事ですかね、うん、この自分の頭皮と。いや、そうだよね、はい、いや、やばこれ。やばいわ。いや、比較対象すごい作ってくるな。こんなに違うの。やべえ。あ、怖い。いや、怖いわこれ。おい、こんなサムネにしないでくれよ。これは何？お風呂入った後に頭皮用の美容液です。あ、美容液。頭皮用のマッサージする炭酸が入ってて。ああ、こんな、はい、あ、たまにされるわ、髪切った後とか。焼いてないよね。燃やしてるみたいな音するけど。レア気味でよかったんですよね。あ、レア気味で。焼いてんじゃねえかよ。焼かないでよ。燃やさないでよ。こうして燃やしてるみたいな音する。心配だよ。
手どかした後、焼け野原みたいになってないよね。もうすぐ大晦日なんで、ちょっと軽い立ち回りです。でもなんか、頭皮は、なんか喜んでる感じがするな。あ、でも乾かすとやっぱ少しボリューム出てくるね。やっぱ後ろ、この辺はもう人のぐらいあるんで、うん、ああ。おい、どういうことだよ。ということは、前は前はその、うん、人ぐらいないってことか。そうですね、人ではない。人だよ。前も人。前も人ね。人ではある。後ろが前ってことにしちゃダメですか、ね、ダメだろう。どういうことだよ、後ろが前って。後ろが前の人みたいな。無理だろ。無理ですかね。おー。おー。あ、なんか、やっぱ綺麗になってる、ね。綺麗ですね、やっぱり。綺麗になってる。うん。うん、うん、なってるなってる。うん、こことか綺麗ですね、すごい。うん。ああ、なんか綺麗になってるわ、やっぱ。ああ、いいね。あれ？何これ？何今の？何？何今の？なんか、何これ？今何？今なんか変なの映ってなかった、なんか。え、何これ？なんか変なの映ってなかった、今。うん。え、何？あ、多分これです。イカでした。なんだよそれ。イカが、で僕多分自然にあのイカが。俺頭の中でイカ飼ってた。いや、イカがだからその住めるぐらい多分健康な頭皮になったんだと思います。なんだそれ。でも出てきた。なんだそれ。何なんだというか。何なんだというかじゃない。あの何なんだとしか。確かにイカが多分赤ちゃんですよね、これ。いやサイズ的に赤ちゃんだけどさ。そうじゃないですか。生命が発達する地球っていうのは多分いいとこ住めるからみたいな。うん、だからすごい多分いい国に。あっち行けよ。わけわかんないな。よかった、イカが出てきた。イカだったの、なんかさっきのなんか。いや、俺だから、そう、この黄色いのか。頭皮なんか気持ち悪いブツブツ生きてんのかと思ってさ、びっくりしたんだよ。イカのおひれです。イカのおひれでしたじゃないのよ、だから。揃ってたらあんまり見えないんですね、その場合は、うん。バラバラだとちょっと汚らしく見えるんだ。汚らしくって言わないで、あんまり。すいません、やめろ。あんたさっきからすいませんって。謝るぐらいなら言うなよ。で、まあ、謝ってないです。謝ってるのすいません。間を埋めてるだけです。いや、ありがとう。崩れるとは思うんですけど。まあ、崩れちゃうよね。俺、チャリで駅まで行くけど、多分その頃にはもう、ボッサボサなっちゃうんだよな。そう、だから、スプレーしてんだけど。頭皮に良くないなら、やっぱ使わない方がいいね。では、こんな感じで。はい、ぜひまた、お願いします。またお願いします。お願いします。ちょっと月1でやってもらおうかな。はい、声かけてください。ありがとう。これでどんな感じになっていくかっていうね、うん、その、一致性もありますし。うん、それでは、皆さん、こんまりでした。ありがとうございました。ありがとうございました。